ございます。春休み3日目かな。今日からアチャピの初めての塾春季講習が始まります。初めての塾なのでその様子をお届けします。現在6時20分。塾はね10時からなのでちょっと朝はゆっくり寝れるんだけど、うちは変わらずかんちゃんが毎日学校なので朝は春休みでもいつも通り起きております。まあ、でもね結構お弁当をサボらせてもらってるからこれはちょっと楽かな。皆さん春休みはどうですか？忙しい忙しいね。春休みっつっても毎日学校行ってるもんね。え、学校行ってさもうすぐ練習が始まるの？運動三昧だね春休みは。これ多分いけるやつ。これなんかさ家でも分かるといいね残高がなんか番号入れたらさ残高見れるとかないの？ちょ角をかざす。すごくない？そう確認できる。何円だった？1万円入ってた。なんで？待ってチャージ履歴も出てくる。チャージ履歴どこで使ったかとかも全部出てくる。それはすごい。すごい。なんだこんなのがあったの。いつもね入ってるかどうか分かんなくて渡すときに不安だったんだよね。他のもいけるんじゃない？93円しか入ってない。危ない。こっち渡すとこだったよさっき。え、すごくないこれ。嬉しい。なんという便利なアプリ。知ってましたか皆さん。電子マネーカードの残高がわかるアプリ。みんな使ってたのかな。 iPhone で使えるのは Japan NFC リーダーっていうやつ。え、すごい嬉しい。お皿でーす。見てなさいよ。ごちそうさまでした。チビたち起こそうかな。はーや起きてるし。はーや、どうしたの？どうしたの？あーちゃーぴ、今日も一緒に頑張ろう。おはようございます。おはようございます。はい、偉いですね。朝からチャレンジですか？はい。朝ごはんです。誰の？これ銀のまず。はい。今日はちょっとこのカーテンを変えたりとかして仕上げをしようかな。あと窓をね、あっちの壁にもう一個作ろうと思う。こんだけ本気なの。あとママ、実はここの内装も全部壁紙貼りたくて買いました追加で。やば。今日は初めての塾ですね。うん、この前ね塾の前のテストを受けたんだけど、チャピが行くクラスはね国産の2教科。追加したいときは理科社会とかも追加できるみたいな感じだよね。理科追加してもいいかもしれない。理科？理科はでも得意でしょ。うん。あ何してついた、口がついた。いやこやつの、ね、チャピは
春季講習はね、毎回宿題が出るんだよね。その宿題の中からなんかミニテストみたいのがあるんでしょ。宿題の中からだったっけ。多分今日ちょっとその宿題の範囲を一応ね、確認してみましょうかね。これまず筆箱、ママが新しく買ってくれたやつ。バッパね。バッパ、バッパが発表会頑張った時くれた。あ、そうだった。この前100均で買ったこれ入れてる。と、赤鉛筆が全然ないから。これ学校にはそういうの持って行ってた。みんな持ってきてるけど。あ、そうなんだ。こういうボールペンじゃなくて、先生が丸つけるようなペン。あ、みんなあれを持ってきてるの。はい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 。これ先生、これそれそれそれ、これこれを持ってきてるんだけど、こういうやつね。サインペンね。これ可愛くない？なな、しかもまとまるくんだよ。で、鉛筆はなるべく揃えてる。キャップは全然揃ってないけど。で、一応鉛筆削り、ほら、ここに定規が入ってる。このね、ここに定規入れがあるんだよね。多分ここ定規入れ。終わりです。これ国語。毎回これのテストがあるんじゃないと、うん、ほら、漢字テスト。本当だ。で、合ってるかなって言ってしたりとか。余ったホットケーキはラップして冷凍庫に入れます。で、朝ごはんに使います。この人たちは何をしてるのでしょうかね。バイバイ、チャピバイバイ。キン、カーテン邪魔そうだね。カーテンもちょっと開けたらどうですか。今、塾に送ってきました。実はチャピとね、めっちゃ仲いいお友達も一緒に春季講習行くことになったので、2人一緒に連れて行ってきました。なんかね、おどおどしながら2人で入っていきました。初日だからね、楽しみですね。おかえり、いらっしゃい。どうだった塾。え、塾の先生が優しすぎて結構話した、うん、めっちゃ優しい。よかったね。やっぱり書くと思った。え、何人ぐらいいた。8人。へえ、結構いるね。ちょっとさ、100均で買ってきたよ、また材料。お風呂をさ、お風呂作りたいけん、あのタイルをね、貼れるように買ってきたの。タイルシールみたいなの。今から塾の宿題をします。塾の宿題って言ってもちょっと少ない。なんか授業って言ってたから、なんか本格的な授業すると思ったらただの自習みたいなやつで楽しかった。Thank you.
なんかさ、この皮がパリパリになるチキンっていうレシピので作ってるんだけど、全然パリパリにならないんだけど、しっかり押してんだけどさ。パリパリにならんよ。あ、ちょっとなったかな。なんで？いただきます。はい。微妙に硬いんだけど皮が。何が？皮？いや、それパリパリになるはずなんだけどモニモニしてる。微妙になんかあの飴みたいなさ飴が歯にくっついたみたいな。なんでレシピ通りに焼いたのになんでパリパリにならないのさ。今日は塾で何をしましたか、あさぴちゃん。最初はね、算数のテキストを進めた。ほう。で、3時間目に。3時間目？ 2 時間しかない。え、2時間じゃないの？ 3 時間と思う。うん。3時間目にテストやった。ミニテストみたいなやつ。え、算数、国語テスト？うん。楽しかったよ。楽しかった。普通に授業があるの？うん、教えてくれるんじゃなくて、今日は自習みたいだった。問題解いて、わからないところ聞いてみたいな感じ。うん。お友達他にできた？うん、まだ作らんだろ。まだ、ね、逆に、塾は他校の子の方が仲良くなってるから。同じ学校っていう、同じ学校でもクラスが違ったらさ、あんまり話さんじゃん。確かにね。あと、その子と馬が合うかとかあるじゃん、他校の人はな。なんでだって、ただでさえ学校の人も無理なんだよじゃあ誰と仲良くなるの、あなた。仲良くしなくていい。なんだうちの兄弟